お疲れ様でございます。6時のご挨拶は南千住駅山本豪雨でございます。今しがたまで東神田行きのトバスが行列があるのに頑張ります。ありがとうございます。いってらっしゃい。頑張らせてありがとうございます。じゃあね。行列があるのにバスが真っ暗で運転手さんあれかなと。今運転手さんをね借りてない時代なんです。なので南千住の逆の2丁目側に事務所がありますね。トバスも大事に大事にして、そして数限られた本数をどうやりくりするか、こういった今時代でございまして、本日高校入試の、私立の一番多い日でございます。明日が巣鴨であるとか、少しですね減らしながらもこの週は続いていくわけでございまして、皆様と共に未来世代を応援できる街が荒川区です。しっかりそれの山本豪雨が本当であるぞと、ただ具体文句を言うだけではなくて動いていく、動いて数字を出していく、結果を出していくと、そういった姿勢が求められる、より現実実力が求められる政治の担い手として山本豪雨が走り抜けて、走り尽くして地元への恩返しをしてまいります。先ほど筋骨マンをあしらった、昨日の終電を待つ、10分遅れた終電を待つ間に、押した筋骨マンのスタンプラリーのチラシを若い女性に、自転車止めてわざわざ寄ってもらいました。それでも受け取っていただける、この若い、情熱をですね絶やしてはいけない、これを無にしてはいけない、鼻水垂らしながらでも頑張っていく役割が必要であって、それができるのが山本豪雨でございます。私に引き続き頑張り抜かせてください。ほら今日も城北スクールお休みです。要は本番の始まるまでが塾の大事な時であって、当日は休んでいいんです。当日のケアはお母さんお願いします、お父さんお願いします、山本豪雨も手伝います。センター試験で東大の前に毎年いるのが山本豪雨であって、2年連続であってテヘってなっちゃうのも風物詩でございます。もう来年会わないように合格しようなと、そんな心の対話が私の毎年の任務、勝手な任務でございます。東京中、場合によっては北海道、日本中を駆け抜けてまいります。政策秘書でお世話になった北海道、大阪、埼玉、言うまでもなく、そして先進技術、医療を引っ張れる神奈川、こういったところと東京がひとまとまりになって、引き続き日本を、各都市が海外と切磋琢磨する中で日本が機能していきます。この姿を山本豪雨は最前線で指揮とはいかないまでもフォローしていきます。政策は私が健康寿命の伸びという形で実現をしていきます。深夜交通を実現させます。有言実行、山本豪雨、都議選の選挙候補を大事にしてください。2年前のものですけれども大事にしてください。そうすると成績が分かります。